ちは。時刻は12時30分を回りました。引き続きソライブサンシャインお送りしていきます。では、この時間は午後のソライ読み聞いていきたいと思います。今日はね、ソライ読み大きく分けて4つありました。西からね、お天気下り坂なんですが、1つリポート下り坂サインのリポートを見てみます。東京都あきる野市のレイちゃんさん。50代最後の誕生日。並々の雲の空を見上げながら、今年も無事平穏でと祈り、今日も忙しい一日が始まりました。並々出てますね。確かにね、幕張も薄雲が出てきました。この時間の千葉幕張の空も見てみます。こちらです。あ、飛行機雲も出てますね。飛行機雲も天気下り坂の際、虹色現象出ますかね。もしかしたら出るかもしれません。午後は注目です。皆さんのエリアもどうですか。関東薄雲広がってきてるかと思います。午後は虹色現象にも注目してみましょう。では野沢さんに聞いていきます。予報センター野沢さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫ですか、はい、野沢さん。大丈夫です、はいはい、野沢さん、午後の空読みですが、うん、はいはい、天気下り坂のサイン、ね、関東からも届き始めてますね、はい、うん、届き始めましたね。だんだんと、まあ、薄い雲やはり広がり始めてきたという感じにはなってますので、はい、ちょっとこちら葉山のライブカメラ見てみますね。神奈川県内になりますけども、こちらです、こちら見ていただくとね、だいぶ薄い雲空の方漂っているような状況になってきました。時折ね、まあ、飛行機雲がこう流れてくる形が見えているんですが、ただよく見るとね、よく見ると、はい、ここに富士山いるんですよ。あ、本当だ。薄く見えてるんですよ。ということは富士山よりも高いところの雲だなということが分かりますよね、はい、ですから今高い雲からだんだんと低い雲に今移りつつあるかなと、こんな状況になってますんで、この後空見としてはあまり言い換えずに変化はさせないでいこうかなとは思ってはいるんですが、一応今日空見ってこんな感じだったじゃないですか。これ、はい、西からね、九州エリアに関してはもう強まりを見ていく形なので、雲の色黒くなれば強くなるということでした。で、問題はこのエリアね、かなり広いんだよね、はい、うん、でもうそうですね、はい、中四国近畿あたりはかなりこの空読み近くなってはいるんですけども、東海関東はまだ薄い雲なんで、こちらのね、虹色現象が出てからこういう雲の方が出て下がってくるかなと、こんな感じになるんで、東海関東の方はこのあたりもうまく使っていただければいいかなと思いますね、うん、このあたりちょっとエリア的には2つの空読みを合わせた形で見ておいていただければいいかなと思います。で、それ以外に関しては特に変更しなくても大丈夫かなというところですね、はい、はい、福島からハロのリポートも来てました。はい、いいですね。福島県福島市柳瀬さんです、はいはい、福島市です。お、アーク出てます、うん、今日は虹色日和。お、出ましたね。出てます、うん、薄雲も出てきてる。エリアは虹色現象注目ですね。そうですね、この後たくさんまた出てくるかなと思うんで、はい、まあ、虹色現象といえば下り坂のサインのことはサインなんですが、まあ、それなりに楽しめるんでね、はい、うん、それを見ていただければいいかなと思いますけどね。はい、わかりました、うん、あとは、はいはい、九州のリポートも見ていいでしょうか、はい、九州雲の色に注目という空読みでしたが、はい、福岡県春日市の宮城ママさんです、うん、週初めの春日井市は雨スタートです。どんより曇り空で今は雨止んでいます。風が冷たく吹いています。今日も一日元気で頑張っていきましょう。春日市からのリポートです。九州北部は、まあ、雨の強まり、九州は雨の強まりにも注意なんですよね。そうですね、なので強まるところは雲の色で読んでおいていただければなと思いますけどね。はい、うん、分かりました。じゃあ午後の空読みでした、はいはい、では野沢さん、続いては今週の知っとくです、はいはい、うん、なんかさ、タイトル名がさ、どっかで聞いたことあるようなタイトルが多いんだよね。今
週の知っとくと言ってますが、はい、中身は週間天気です。わかりました。はい、わかりました。はい、じゃあ今週の知っとく、はい、週間天気ということで、はい、週間天気でちょっとポイントとなるところだけ行きましょうか。はい、うん、でまずは、まあ、そうは言っても1週間どんな感じになるのかっていうのは天気マークだけは見ておきたいと思いますので、はい、天気マークで見るとこの1週間こんな感じです。まずは今日明日っていう今日明日というところかな。この雨マークずらっと並んだり雪マークが出たりするところが一つあります。はい、それから次に来るのはこの24日東京新潟金沢に雨マークが出ていますね。はい、でそれ以降今度は札幌などに大きい雪マーク26、27日金沢新潟に雪マークとなってますんで、このあたりが一つポイントとなりそうです。まずは目先のところなんですけど、まずは野沢さん今夜から明日ですよ ね、 そうね、はい、その辺がちょっと気になるところです。特にじゃあ雪になるのか雨になるのかと。なんか私今朝テレビの天気マーク見たら東京雪出てましたよ。はい、ああそうですか。それ出してるところもありましたね。はい、うん、ね、気象庁の方では今日は雪マーク出してます。確かに。でもウェザーは東京23区雨マークですね。23区雨マーク。でも多摩の方の青梅の方には雪マーク出してるんですよ。はい、うん、で今日今夜ちょうど日付変わる頃から降り出すってお話ずっとしてましたけども、はい、降り出しがどっちになるか、雨になるか雪になるか、それともみぞれで降ってくるのかということで、最終的にどんな降り方で積もるのか積もらないかというのがあるので、はい、ちょっとそれまず最初見ちゃいますね。今のところね、ウェザーニュース予想こんな感じで見てるんでしょう。ちょっとぐにゃぐにゃした絵になってますが、はい、これ色の一番濃いところ、ここ紫色っぽいところありますよね。はい、この辺り例えば長野であるとか群馬栃木の山沿いであるとか埼玉の秩父とかね、あとは山梨のやはり山沿いになりますけど、この辺りは雪が降ってしっかり積雪するエリアと見てます。うん、でその周辺茨城北部、あとは宇都宮、それと前橋、埼玉の方でもだいぶ広い範囲になりますけどね、それから東京多摩、甲府の辺りというのは雪が降って積雪の可能性ありというエリアです。はい、で、こちら水戸、さいたま市、それから東京都内、23区ですね、あとは神奈川、相模の原の方ですけども、この辺は、まあ、基本雨だろうと見てるんでしょう。基本雨なんですけども、降り出しは少しこう雪が混じるような感じになりそうかなというところ。で一番外側、千葉、それから横浜といったようなところになりますけども、この辺はもうほとんど雨で行くんじゃないかなという形で見てます。でただこれね、ブレ幅があるんで少し雪寄りになってしまった場合はこんな感じで、東京都内も含めた形で、まあ基本 あと千葉、神奈川も含めた形で基本は雨なんですけども、まあ、ちょっと降り出しのところ雪が混ざってくるかなという感じになります。で、まあ、結論からするとですね、はい、14日のような大雪になってるでしょ、はい、首都圏交通大混乱ということにはどうもならなそうかなというところ。お、うん、まあ、例えば雪が混ざって降ったとしても、はい、すぐに溶けてしまうだろうなというのが、まあ首都圏エリアという感じにはなりそうですけどね。はい、はい、うん、これが まず一つのポイントかなと思ってます。はい、東京はおそらく積もらないであろう、うん、そうですね、そんな感じですね。はい、であとはね、次にまた24日なんですけど、24日、うん、こちらも南岸低気圧ですか。そうなんですよね、はい、24日南岸低気圧になります。で今回はちょっと変則で24日の天気図見るとこんな感じです。南の方に一つ尖ったところがあるでしょう。で日本海に低気圧が来てるんで、この位置関係によってちょっと変わってくるかなと思うんですよ。これでこれ日本海に低気圧があるから全体的に南の空気少し巻き込むんで、まあ今のところ雪にはならないかなと思っているんですけどもね。ただこの日本海の低気圧よりも先にこの低気圧が来てしまって、もう少し北の方にずれてしまうと雪が混じる可能性もあるかなと、こんな感じにはなりそうですけどね。ただ今のところは雨だろうという形で見ています。でここまでがまず関東関係のところで、ちょっとねポイントになるところかと思うんですが、はい、で最後ちょっと26、27行きましょうか。土日ですけども、これ低気圧また東の海上に抜けるんで西高東低冬型の気圧配置、
で上空寒気も入ってくるというのがあるので、はい、先ほどの通りこの辺り雪マークがしっかり出るところがあります。ちょっとこの辺りは雪の降り方注意をしていただければいいかなと思いますね。はい、こんな状況になりそうですね。はい、はい、分かりました、はい、では明日の雨雪に注目したいと思います。はい、まあ、まだ確実には分からないので最新情報はチェックしないとですね。あとは皆さんのね、はい、五感体感とかその辺もしっかり含めた形で前回と同じように追いかけていきたいと思います。はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい、野澤さん、ソライブのスタジオは少しだけリニューアルが進んでるんですが、あ、そうなの？予報センターはリニューアルはあるんでしょうか？どうなんだろうね、この辺ね。この辺、木田さんもいたりしてたのかもね。あ、木田さん、この後のコーヒータイムですか？あ、違うんだけど、いるんだよね。あ、そうなんです。コーヒータイムの予報士さんはどなたですか？今日はね、はい、今日は、まあ、真摯な人を出そうかなと思って、コーヒータイム。マッチ。紳士な人。マッチです。マッチ。あ、町田さん。町田さんですか。ほう。はいはい。わかりました。はい。了解いたしました。そうです。じゃあ、野田さん、ありがとうございました。はい。コーヒータイム予報センター、町田さんだそうです。ここで皆さんに少しだけ残念なお知らせがあります。だんだん皆さんチャットの数が増えてきているので皆さんちょっと期待しているかと思うんですが、今日はねクロストークないそうです。クロストークあるのかと思って最初からお伝えしてたんですけど、先ほどカンタロウさんがやってきてクロストークありませんと。だってクロストークがデビューってテンテンテンみたいな感じで去っていかれました。まあ確かに番組スタートからドンとデビューの方がデビューって感じがしますもんね。そうなんですよ。だから皆さん今のうちにちょっとご飯食べて戻ってきてください。あとまだちょっとありますから、はい。あ、そんなこちら応援リポート的なのが届いてるそうなので。届いてない、届いてない、届いてない、どっちだ。では、ちょっとむさくら作的な、ちょっと素敵なリポートをここでご紹介していきましょう。はい、鳥取県境港市四色団子さんからのリポートです。つぼみから花びらが見え始めました。晩秋に咲かず心配していましたが、福寿草より早く大寒の時期に咲きそうです。いい春の予感がします。曇り空ですが、心は春模様。おお、これは？あ、私から泉に応援メッセージ的なリポートです。彼岸桜系の二分咲き桜だそうです。はい。ちょっとね、いや今温めてますから。今サンシャインでコーヒータイムに向けて温めてますから。はい、では続いて岐阜県岐阜市のカニさんです。ポケのつぼみ開き始めました。咲くのいつかな。雲多いですが時折薄日がありますということです。ポケの花だそうです。いい感じに綺麗な可愛い色ですね。ちょうど開き始めです。もう咲き始め、なんか素敵ですね。では続いて、お、早い、熊本県人吉市アネーロさん、桜リポートもう届いてます。今朝は灰色の雲に覆われ、いつ雨が降り出すかやきもきさせられます。前桜のつぼみは前回リポートした時から変わっていないようです。しかし例年通りならあと2ヶ月したら開花していると思うと、これから成長が一気に進むのでしょう。楽しみです。はい、桜プロジェクトまだ本格的にはスタートしていないですが、アネロさんは一足先にスタートしてくださっています。確かに桜といえばアネロさん。続いてはこちらです。滋賀県長浜市のさくらんぼさんからのリポートです。
これは盆梅店に来ました。まだ少し早いのですが咲いている花あります。長浜盆梅店だそうです。とっても綺麗、なんかすごい素敵ですね。後ろの窓も素敵、なんか古風な感じです。はい、こんな感じで泉も頑張っていただきたいですコーヒータイムどうなるんですかね、楽しみですね。盆栽なんですけどね、盆梅店って書いてあるんですよ。盆栽の盆に梅に店、展示の店です。はい、そうです、この感じです、この感じです。ではリポート見ていきました。全国のお天気もチェックしておきましょう。では全国のお天気マークで見ていきます。それでは全国の天気をお伝えします。今日は天気下り坂で西から雨のエリア広がってきています。まずは西日本から見ていきましょう。那覇は南風が吹いて日向は少し汗ばむくらいの陽気です。桜の開花が進みそうです。その他のエリアは天気下り坂で、九州はすでに雨が降り出しています。雨の強まりにご注意ください。中国四国もだんだんと雨が降り出し、近畿も夕方以降は雨となります。帰り道に備えて傘を持ってお出かけください。次に東日本です。東海や北陸も西のエリアから天気下り坂で、夕方から夜は雨や雪が降り出します。山の近くでは明日の朝にかけて積雪増加に注意が必要です。関東も昼間は日差しが届くものの、だんだんと雲が広がります。夜遅くには北部で雪、南部で雨が降り出します。帰宅が遅い場合は傘をお持ちください。続いて北日本です。こちらは広い範囲で穏やかな天気です。太平洋側は日向でぬくもりを感じられそうです。日本海側も雪は降っても舞う程度で、時々日差しが届き寒さが和らぎます。路面状況の悪化、屋根からの落雪にご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。はい、今日のお天気をお伝えしていきました。今夜から明日にかけてのお天気も気になるところですよね。ではリポートをここで見ていきます。東京都中央区スバルアルファさんからのリポートです。タイトル、今も残る雪の跡。割と薄雲の多い空ですが、今のところは日差しもたっぷりです。今日は久しぶりにこちらへ浜離宮へ来てみました。あの大雪から1週間経ちますが、雪の痕跡は たくさん雪が残ってます。すいません、ちょっと菊池さんのトークバックがちょっと面白くて笑っちゃいましたね漢字の読み方がなんて読むんだろうこれちょっとね、難しい漢字が並んでてすいません。まだね、ここ、どこここへ、なんだろう、すいません。はい、よし、アスファルトよりも、あちらこちらにか、あーすいません、そうだそうだ、すいませんでした。アスファルトよりも土の上の方が雪が残りやすいですね。今朝から明日の朝にかけてまた雪の可能性があるようですが、今度は降ってもほどほどにしてほしいものです。で、雨が降ると雪が溶けやすいので、なんとか雨で経過してほしいところですよね。で、今積もっている雪を溶かしてほしい。やっぱり皆さん明日の朝雨か雪なのか気にしてらっしゃいます。今のところウェザーニュースの見解では、東京都心は降り出しは雪でもまた積もらない、だいたい雨で経過するだろうということです。ただまだ最新見解ね、分かりませんので、夜になってからまた皆さん確認してください。そして首都圏の方は、前回の大雪本当に大混乱になりました。また今回もまだ可能性はね、分からないので、ぜひ皆さんに、あ失
礼いたしました。あ、こちら今トップに上がっています。首都圏、首都圏限定大雪アラーム、今のうちに登録しておくと安心だと思います。はい、スマートアラームが緊急バージョンアップされました。大雪モードが追加されています。こちらから設定飛んでいけます。はい、やはりね、首都圏はちょっとでも雪が積もると交通も麻痺してしまいますので、ぜひ皆さん早めにね、雪が積もるかどうか知るためにこちら大雪アラームなども設定しておいてください。そうすることによって早めにね、対応できるかもしれないので、ぜひ皆さん活用してみてください。では以上、スマートアラーム大雪モードのお知らせでした。それでは今日のトライブサンシャインは堀田夏実がお送りしました。ありがとうございます。この後12時からはマイエ、イズミちゃん、イズミンがデビューです。どんどん皆さん人数集まってきています。楽しみにしててください。1時からまたコーヒータイムスタートです。じゃあ皆さん良い午後お過ごしください。私もこの街を冷たい風が吹き抜けてゆく。君の温かな手のひらを思い出すけど、今二人はずっと遠くて、冬が寒いおかげで誰もが空を見上げてら誰
皆さんこんにちは。1月21日月曜日、時刻は13時を回りました。本日ソライブコーヒータイムは私マイエイズミがお送りいたします。よろしくお願いします。ソラマドアプリのチャットでご参加いただいている皆さん、はじめまして、よろしくお願いします。はい、BS のチャンネルでご覧いただいている皆さんも、はじめまして、よろしくお願いします。スマートフォンでご覧いただいている皆さん、はじめましてよろしくお願いします。はい、すごい今たくさんスタッフさんが見ていただいてて、すごい緊張してるんですけれども、はい、今日から番組担当させていただきます。まず今日一番言いたかったのは、オーディションを通じて本当にたくさんの方に投票をしていただいて、あと毎日投票期間も応援のメッセージをたくさんたくさん送っていただいて、本当にそれが力になって、ここに今日座ってお話しできることになりました。本当にありがとうございました。はい、今たくさん毎日面倒を見てくださってるスタッフさんと、あと先輩のキャスターさんと、あと番組をご覧いただいている皆さんと協力しながら、これから成長して毎日頑張っていきたいなと思います。どうぞよろしくお願いします。研修も終わったんですけれども、また研修期間とはやっぱり今日は違う、ちょっと緊張がすごい今してるので、はい、2時間ちょっとドキドキしながらだと思うんですけれども、本日はよろしくお願いします。はい、12月の31日の年末の特番に、初めてちょこっと出させていただいて、その時にイズミンというあだ名を皆さんに決めていただきました。チャットでもすごい今も呼んでくださってる方がたくさんいらっしゃるんですけれども、ソラボタンで投票というか、こう選んでっていう形でイズミンというあだ名を決めていただいて、本当に嬉しかったので、これからイズミンって呼んでいただけたら嬉しいなと思います。いっぱいありがとうございます。はい呼びます。はい、たくさんチャットで呼んでいただいて、なんか研修中もこうチャットがある風な感じで練習はしたんですけれども、やっぱりどうしてもこう実際にはなかったので、今すごい本番っていうか、こう本当にチャットがあるとすごい嬉しいです。はい、ありがとうございます。はい、私は東京都出身で、新体操とダンスをずっと習っていたので、踊ることが大好きです。ウェザーニューズにもたくさんダンス好きな方がいらっしゃるっていうのをお聞きしたので、はい、なんかいつかね、一緒に踊る機会があったら嬉しいななんて思ったりもしているんですけれども、はい、それでは今日はですね、コーヒータイム泉のコーヒータイムということで、ゲストをお呼びしたいと思うんですけれども、はい、まず P 的な村田さんと、キャスターの本当に大先輩福島寛太郎さんです。ちょっとコーヒーでも飲みに行こうか。お茶しますか。お茶行ってきますか。新しくできた、泉コーヒーっていうのがある。泉コーヒー。美味しそうですね。美味しそうですね。よろしくお願いします。美味しそうですね、じゃないし。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、どうぞ、横にちょっとずっていただいて。はい。そうですね、こっち側に。そうですよね、はい。来ていただいて。あ、まあ、こんな感じでいいか。ええ。
こんな感じのショットにしましょうか。なんで僕も出てるんですかね、ところでね。あ、泉コーヒーということで。あ、はい、はい、じゃあこれどういうエプロンですか。これあかけていただいて。ちょっと失礼します。すいません、はいはい、ここでいいですか。大丈夫ですか。セクハラじゃないですか。大丈夫です。触ってないです。触ってないです。なんかその後ろ姿を見るとか。大丈夫です。後ろを止めましょうか。はい、あ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。嫌だったら言ってくださいね。触ってない。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、じゃあちょっとなんか喉が渇きましたね。そうですか。コーヒー飲みたいな。コーヒーでいいですか。はい。はい、逆に僕ら出ることによって緊張させてないですから大丈夫ですか。さっきの流れで言っちゃった方が良かったんじゃないですか。ほぐしてほぐして全然緊張ほぐして逆に緊張してます。大丈夫ですか。わかんない。ね、デビューってことで応援に来ました。はい、あ、そうですか。なんか僕の肩書きにちょっと悪意がありましたけど大丈夫ですか。いやいやいや、大先輩ですから。はい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 、はい、言わされてるんじゃないですかあれ。今日は、はい、そのキャスターとしてね、どういうふうにこうこれからやっていけばいいかっていうのを、ね、あのアドバイスしてあげたらいいんじゃないですか。悪意あるの村田さんだ。キャスターの先輩として。あ、ね、あ、さようでございますか。はい。取りに行きましょうか。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ガタ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 みたいな感じ。そうないですね。はいはい、あ、すいません、はい、こんな番組でしたっけ。こんな番組でしたっけこれ。コーヒータイム、そもそもコーヒータイム。そうですね。あ、そうですか。はい、はい、お待たせしました。あ、どうもありがとうございます。お天気お姉さん、すごいなんかね、うん、カフェみたいなやつですよ。うん、まあ、はい、ありがとうございます。はい、じゃあどうぞどうぞ。ええ、あ、これはあの、私ですか。そうですね、ご自分の分。そうですね、いただきます。はい、じゃあちょっとあの、ええ、茶飲み話でもしますかね。僕も立ち振る舞いに困るようになってきてますから、ね。そうですね。いやー、はい、ね、この二人緊張させてどうするの。はい、じゃ あいただきます。どうぞどうぞ。いただきます。一瞬ね、皆さん。あ、はいはい、いただきます。一緒に飲みましょう。いただきます。苦い。あ、どうぞ。砂糖、ああ、持ってらっしゃる。え、前砂糖。あ、本当ですか。美味しい。これ砂糖がないとダメなんです。2個も入れるんですか。2個では足りないかもしれないですけど。あ、すみません。さあ、じゃあ、はい、ね、はい、今日はもうガチガチですね。そうですね。でもさっきすごいちゃんと喋ってたじゃないですか。いや、ちょっと、いや、ちょっとってマジな声が出ましたね。絞り出すよね。いや、ちょっと。マジさがいいですよね。今日はどういうふうにこう過ごされてきたんですか。朝同じ頃起きてるとか。今日は、7時に起きました。おで、ちょっと、うん、あの早く行こうと思ったので、うん、ちょっと支度しながらでもちょっと落ち着かなくて、すごいもう朝からそわ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 してたんですけど、うんうん、はい、あのスタッフさんがすごいさっきもいろいろこういろんなお話してもらって、はい、もうわけわからなくなりました。言って、なんか言う人によって全然ね、内容が違うので、うん、あ、今日のそうですか。あ、アドバイスもね、いろんなアドバイスがされちゃうとね、わけわかんなくなる。ありがたいです、本当に。あ、本当ですね。これからはですね、はい、チャットという力強い、はい、方々がいますので、はい、たまに言い過ぎることもあるんですけど、この人たち、ここまで言うのみたいなところもあるんですけど、まあ、決して悪意はないですからね。親しくしてあげていただければと思うんです。よろしくお願いします。ねえ、はい、まあ、キャスターとしてっていうところのね、心、なんつうのかな、こう心得というか、そういうところはね、先輩にいろいろね、アドバイスをお聞きすればいいと思うんで、はい、ね、今日、デビューなんですよ。なんかこうね、はい、言葉を送ってあげて。言葉
ねキャスターなんたるかみたいなところ、よろしくお願いよろしくじゃないさっきまで僕はディレクターとしてそこに座ってたんですけども、なんか引っ張り出されてきて、いや簡単なそんなところ座ってる場合じゃないですよ。あ、さようでございますか、はいはい、なんならこの後ずっともうやってて、僕はそこに座るからこのスイッチとかやってる、まやさんがね一人でねやられるっていう日なんでね、はい、アドバイスなんかできる立場じゃございませんけども、お声に癒されるね。私ですか。うん。僕癒される声じゃない。どちらかというとイラつく方。テンパり声なんでね。そう。イズミンがね、あの癒される声だね。ありがとうございます。もうちょっとあの会話っぽくこういう向き合っていただいてもいいですよ、ね。不自然な感じなんで、ぜひこう。はいはい。あ、いいじゃないですか。はいはい。はいはい、カンタロウは本当にそのよく噛むんですよ、はい、よく噛んで大事なところ噛んでるから何言ってるか分かんないふわっとした感じになるんだけど、それすら受け入れていただいてますので、あ、まあ、どうか分かんないですけど、はい、何の時間ですかこれいや、ね、緊張ほぐす時間、あ、はい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 、あんまり震えてませんけど大丈夫大丈夫、本当に大丈夫、コーヒーが無事こう運べたので、一安心です。そうですよね。あれ緊張するポイントでしたよね。緊張するポイント作っちゃいました。そう、もう少しね、はい、こっちのカメラから抜けない。あ、はい。そうですね。はい、で引く。そう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 。あのこういう感じで。ああ、そうですね。それ、そうそうそう、それいいですね。リズミンがまずね、はい、見えないとダメなんですよ。うん。今まで村さんがセンターでしたからね、なんかね。そうでしょう。はい。違和感ある、うん。こう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 。ただ僕が今度ちょっとでかくなっちゃいました。存在感ある。ああ、そういうことですか。はい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 。これこれってきてます。何の話でしたっけ？声が癒される。そのキャスターとしてのアドバイス。はい、アドバイス。うん、いやもう。こう言っちゃなんですけども、うん、どんな失敗したって皆さん守ってくださるんで、うん、チャットの皆さんが、まあ、時には笑い飛ばしてくれますし、うん、時には僕なんかだともうちょっと叱咤激励なんかもいただきますし、うん、村田さんなんかはもうキレられてる状態ですけどそれでも皆さんは温かく、ずっと見続けてくれるんで、安心して身を委ねて一緒にこう作っていったらいいんじゃないかなと。はい、そう、はい、あれそういえばマイク大丈夫マイク今中に入って大丈夫です、音声さん大丈夫です、そうです、はい、大丈夫ですか、はい、はい、こうなんていうのかな、こうイズミンのこう、あ、間違えた、ボルビック提供みたいな、こうどこをね、こうサポーターの皆さんにこう好きになってもらおうかなっていうのは、研修中からもねずっとこう見てましたけども、で僕はねさっきあの声の話ありましたけど、癒されるんですよね、うん、この笑顔見ててもまんざらじゃねえ、いやいやいや、あのねすごいね、あざとさの反対側にいる子なんですそれなんかね、アピアピしたりしないの、あ、すごいナチュラルなんだね、それ僕、夜の二人は知ってますけどあれはもう持ってるものなんだ、あ、はいはいはい、でも逆にそういう、はい、そのなんだ自然さみたいな、ね、ものがね、すごい新鮮なんですよ、うん、ピュアだねって、ピュアなんですか、いやどうですかねちょっと、はい、イズミンはこんな人っていうのをちょっと、ね、掘り下げていきますか、あ、時間的には大丈夫かな、いや、いいですよ、僕ディレクターなんで、あ、そうです、はいはい、で一つだけ僕言っていいですか、どうぞ、イズミンってこんな人、はいはい、さっきあったんですよ、でも喋りやすくてしかないんですけど、はい、構成表あるじゃないですか、はい、でメモしてるじゃないですか、でメモ間違えたんですよ、で普通僕だったらこうぐちゃぐちゃぐちゃって書くじゃないですか、はいはい、イズミンは修正テープでピッと消してるんですよ、おいやいやいや、血液型は A 型です、おお、A 型です、すごい素敵だと思いますよ、いやいやいやですね、
ちょっとあの今日すごい緊張してるので、うん、ちょっとでもなんかこう気になるのがあったらちょっと今日は気がそっちに行っちゃうかなと思って修正テープを使いました。じゃあ1年後あたりぐちゃぐちゃになってるかもしれない。なんでそんなこと言うんですか。はい、で、せっかくなんでチャットの人に、こんなこと聞いてみたいっていうね、一問一答的なんでやりましょうか。おお、はい、イズミンの一問一答。さあどんどん聞いていただいていいですよ。緊張する。逆に振られる。チャットの方。はい、髪はいつから伸ばしてる。そんなことすごい。アウトローから来ましたね。スポーツは何かしてますか。はいですね、はいはい、でしょう。スポーツですか。あ、さっきちょろっと言ったんですけど、うん、あの新体操とチアダンスとジャズダンスをやってたので、うん、今でも時間が空けば踊りに行くんですけれども、うん、はい、ダンス踊るのが大好きです。好きな天気は天気あ、こんな空が好きとか夕焼けが好きです。おー、うーん、なんか 秋が好きで、うん、秋っぽいかなというのが夕焼けかなって出てきたので、はい、早速踊ってってきてますけど、お祝いにしますかね。あ、もうなんか準備してますけど。いやいやいや、お祝いにしますか。いやいやいや、じゃあみたいな。猫派犬派。ああ、うん、私ずっと犬が犬派だったんですけど、うん、なんか最近あの猫グッズとか結構増えたりとかしてて、はい、なんかなんだろう、シールとか、うん、あとなんかこう携帯を立てるなんかこうぬいぐるみみたいなやつとか、結構そういうので猫のを見ると可愛いなって最近思ってきて、なので、うちにも猫派代表のディレクターがいまして。あ、そうなんですか。はい、あの番組で必ず猫のリポート使うんですよ。あ、そうなんですか。はい、広がりませんでした。いや、こうし今後も甚だしいやつですけど。丸坊主ですね。金村さん。あ、そうなんですか。はい、え、あ、猫が好きな。うん、もう猫狂です。猫狂、うん、あ、飼ってるんですね。そう、参加人数が200人。はい、わ、おお、どうもありがとうございます。ねえ、どれだ、ありがとうございます。カメラの位置もだんだんね分かってくるようになって、はい、決め顔とかねできるようになりますから。本当ですか。ええ、あ、ちょっと余裕がないですね今。息が苦しいです。ちょっと苦しい。好きな言葉は。好きな言葉は私おはようっていうのがすごい好きです。おお。なんか結構あのこんにちはとかだとちょっとなんか硬い感じがするんじゃないかなって思って、うん、おはようだったらなんか。うん、いつでも言えるし、うん、あの朝ってなんか元気がない時とかが多いと思うんですけど、うん、会った瞬間に言えるかなって思って。こんにちはちょっと柔らかくしてチャースみたいな感じでコーヒータイムありますか。いやいや、おはよう、おはよう、あ、そうそうそう、おはようです。いや、じゃあそれなんか着信ボイスとか作ってもらえるんだよね。いつも着信ボイス、おはよう。そんな需要ないないんです。需要ない。需要。いっぱい。さあ他にありますか。罪作りなくらいの可愛さだな。すごいこと言いますね、岸田。いやいや、岸田トルさん。とんでもない。休日は何してるの？休日は友達とご飯食べに行ったりとかよくします。それこそこうね、コーヒー屋さん行ったりとか、うん、はい、なんかちょっと友達と会ってる時は特にこうなんかしなくても喋ってるのが、うん、一緒に喋ってるのが好きなので。あ、うん、おしゃべりが好きなんですね。うん、そうですね。ガールズトーク、ガールズトーク、
あのさっき来てたんですけど、カンタロウの刈り上げをどう思いますか。僕もね、僕も一言あるんですけど、目に留まったね。目に留まった。カンタロウ。マイキーさん書いてたね。の刈り上げなんですけど、どう思います。はい、これそう両側ですか。両側。片方だけっていうそういう尖ったやつじゃない。うん、そう、ちょっとそこまで尖ってみたいですけどね。うん、そうじゃない。それかっこいいですよね。あ、でも似合ってらっしゃると思います。うん、本当ですか。はい、僕ね、ヤンキーかプロレスラーにしか見えないんですよ。だってあのここしか刈り上げてないですよ。ここ長いですよ。ここ。刈り上げってここまで刈り上げるじゃない。うん、ここすげえ。だからね、そのこれヤンキーかあのプロレスラーですよ。これね、ただ単に僕が好きなだけなんですよ。好きなんですよ。はいはいはい、よくわかんないですね。まあ、でもいいんじゃないですかね、なんか。ここだけやってくださいってお願いするんですか。サイドだけがっつりって言いますね。いつもの感じでお願いします。いつもの感じで。はい。はい。そっかそっか。いいですね、それ。すごい良かったです。そっかそっか。割れたんだと今思った。すでに温かい目で見られてる。そっかそっか。これね、あの奥さんにもすごい嫌がられてますよ。はい、やっぱそうなんだ。やめてよって言われてますよ。はい、うん、そっかそっか。ちょっと面白い。面白いのできました。面白い。そっかそっか。武器ですか。うん、そっかそっか。やっぱ砕けてくるとね、まゆさんの良さ出てきます。そうですね、どんどん出てきますよ。うん、好きな色は何ですか。好きな色は空色です。おっていうのさっきあの水色ですって言っちゃったんですけど、目黒さんがあの空色ですかって仕込み、あマネジメント入るわけですね。その方がいいかなっていう感じで。あ、でも本当に水色は好きなんです、はい、だからすごい力入ってたんですね。そうです、ね、空色です。来ましたみたいな、うん、若干ドヤ顔でしたね。、うん、おいくつでしたっけ。22です。22、はい、うん、最年少ですね。沢田さんよりも下ですもんね。平成何年。江川さんよりも下ですね。平成2年です。平成2年ですね。平成2年か。学生だったの。いや、まだ学生です。卒業予定。はい、ですよね。3月に。はい、はい、うーん、お、そうそう、同じだっていう方。まだ女子大生です。本当ですね。その食いつきはどうか。いやいや、女子大生と喋ってるんだ。そうなんですよ、女子大生です。うん、リアル JD です。あ、ちょっと楽しくなってきました。ハッ抜かれてる。ハッ抜かれてるよ。と、うん、いうことでね、うん、ちょっとこの後、ね、しっかり天気も、はい、やってもらいますけれども、大丈夫ですか。はい。あ、はい。できそうですか。はい、頑張ります。の、はい。はい。じゃあ盛り上がりましたか、これ。え、盛り上がりました。いや、はい、緊張はだいぶほぐれました。ああ、そうです、ね、はい。あ、でもそんな感じします、ね。ほぐれましたね。うん、はい。はい。じゃあブイブイ言わせてください。そうですね。はい。じゃあ意気込み。はい。言っときましょうか。はい。うん。じゃあこうしましょう。一応エプロン取って、はいはい、僕らはけて、はいはい、でワンショットで意気込みっていきましょうか。はい、はいはい、あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あ、いえいえ。またお茶飲みに行きます。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ大丈夫、取った方がいいですか。はい、じゃあ目がやらしいですけど大丈夫です。触ってな。はいはいはい。じゃあちょっとコーヒーもずらしますよ。ボタンです。そこです、はい、これちょっと置いておきますか。あ、ありがとうございます、はいはい、若干ちょっと喉乾きますけど。よし、はい、じゃあちょっとおぐしを直していただいて。、はい、バッサバサになったんじゃないですかね。よいしょ。エプロンの作りが悪い。はい、失礼します。はい、はい、あ、マイク
意気込みということなんですけれども、そうですね、研修1ヶ月くらい受けてきて、いろんなこと毎日教えていただいたんですけれども、毎日毎日こう勉強だなって思いました。多分ずっと長い期間やったとしても、毎日毎日こう成長していくのが大切かなと思うので、1回ずつこう毎日毎日1日ずつのこの番組の放送を大切にしながら、毎日成長していけるように頑張りたいと思います。本当に皆さんいろんなこと優しく教えてくださって、チャットの方もすごいたくさんご参加いただいて、チャットいらっしゃらなくても見てくださってる方もきっとたくさんいらっしゃると思うので、一緒に楽しくやっていきたいなと思います。はい、ぜひちょっとまだ緊張がやっぱりちょっとまだあるんですけど、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではここで一旦インターバルに入ります。